釣れるじゃん。はい。はい、皆さんこんにちは。今回もご視聴ありがとうございます。今日はですね、フライを管理釣り場さんに来てフライをやってます。三重県の管理釣り場さん。ちっちゃいかな、サンクチュアルさんですね。ちっちゃいかな、サンクチュアルさんにお邪魔しています。でもギリギリになると引きます。今回はフライオンリーなんですけども、もうあのフライはですね、マナブですね、マナブをいろんな色を使ってですね、あの釣りを楽しんできましたので、ぜひよかったらご覧になっていてください。一応入れよいしょ、よいしょ、はい、釣れました。こちらはですね、あの第1ポンドから第3ポンドまでありまして、結構今回フライでお邪魔させていただいているところは第1ポンドになります。フライ専用エリアっていうのがありまして、そちらの方、はい、ピンクのビーズヘッドマナブです。リーダーがですね、あの、銀鱗ですね、銀鱗の 0.45 ね、ひとひろっていうか、矢引きですね、矢引き程度ぐらい取って、あとティペットがテーパードリーダーの、これはティムコさんのかな、4X ですね、4X ですね。で一応手前できました、ね、でこの第一ポンドはですね、あの結構あの濁ってまして、短いと結構あれですね、濁りがちょっと強いので、まあラインで当たりを取るというよりはもうあのマーカーをつけちゃった方が良かったかなと今あの思ってますけども、今のところマーカーをつけずにやってます。結構でニジちゃんですね。こちらはですね、本当はあの足場が高いもんですから、毎回毎回あの膝をついてですねランディングしていますので、膝がいつの間にか痛くなってしまってですね、膝小僧がもうあの真っ赤っかになってしまいました。ピンクのまだもうちょっとやってみましょうかね。こう釣れ続けてるんで、一応アイはあのスナップつけてます。あの手返しがいいように取ることが難しかったんでマーカーつけちゃいました。あ、おいで、君そこちっちゃくない？マーカーつけるとですね、まあ、あの、はいはい、待っちゃいけないよ。かかった時にちょっと飲み込まれる心配もね、あの激減すると思いますんで、マーカーつけてやるようにしました。もうちょっとタモが長ければね、スッと入るんで、だけど。はい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 。はい、ありがとう。はい、ありがとう。よっしゃ。お。はい、ネジちゃんです。サイズはねよく似てますね。今度ねオリーブのマナブにしました。オリーブ系も結構釣れますね。よし、ごめんね、ごめんなさい。あ、取れた。はい、ありがとう。はい、はい、ありがとう。オリーブマナブです。14番ですかね、ソックが。
ゴールドビーズのオリーブマナブです。あれ外れた、外れました。いやバラしちゃいましたね。もうほかっといてもですね、投げてほかっといてもいいんですけど、ちょっと誘いをかけてあげると結構あの反応が良かったりしましたんで、あ抜けちゃった。まあですね、ちょっといろいろ試しながら釣ってます。あんまり思いっきり投げるとですね、向こうの反対側の木にですね引っかかってしまってですね、あのとんでもないことになってしまうので、もう本当に距離はですね、投げる距離はですね、ちょっと手加減しながらやらないとっていう感じですね。やっぱり足場が高いので縦の釣りに近い状態になってしまうので、まあそのあたりがちょっと、まあ、あのランディングの しにくさっていうのがやっぱりありますよね。赤いマナブーです。結構濁ってますよね。もうこの日はですね、土曜日だったんですけど、もう人がですね全然 いなくてっていうか、フライ専用エリアは私ともう一方、そうですね、うん、2人になってしまいまして、まあ、それで、まあ、あの半分貸し切りみたいな感じになってました、はい、イエローレッドのイエローヘッドのマナブーです。かわいい感じの、あ、いちゃかいちゃかいちゃか、はい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 、かわいい感じの、すごい綺麗なね魚でしたね。ニジマスちゃんね、マスちゃんです。で使ってるロッドなんですけど、もうかれこれそうですね20年以上前のロッドで、8.9 フィートの5番になります。アルファタックルさんかなが取り扱いがあったブラウンストーンとかっていうですね名前なんですけど、もう廃盤になってますけど、これをですね買った当時は実はフライ用で買ったわけでなく、スピニングリールを取り付けれるようにリールシートで リールをあのつける台座をですね、あの
タコ糸でぐるぐる巻きにして、コルクグリップのところにタコ糸でぐるぐる巻きにして、接着剤でガチガチに固定してですね、スプリングリールをつけて使ってました。もうこの竿自体のですね、曲がり方がすごく良くてですね、まあレギュラーテーパーに近いスローテーパーっていうんですかね、竿全体が綺麗にこう弧を描いてくれるっていうロートですね。そんな高いロートではありませんけども、もうなんだかんだで20年ぐらいスピニングで使ってましたね。でまあフライをやるときにも、まあ、5番のですね、フローティングラインを、つけて、まあ、フライをやるときもありますし、まあ、メインはですね、スピニングタックルとして、まあ、使っていました。まあ、なかなかですね、こういうフライのロードをですね、ちょっとリールのシートをですね、つけてスピニングリール、スピニングタックルとして使ってる人ってほとあまりないと思いますけども、まあ本当にこのロッドは芯底を惚れ込んでます。もう廃盤になってるので大事に使おうと思ってます。まあいつかはですね、ダメになるかもしれませんけど、今のところですね使えてます。白いのも結構釣れますね。白いマナピー、白マナピー、白いマナピーですね。もうこんな感じでですね、結構釣れました。まあ後半の一本にですね、まとめれたかったので、まあ、フロの前編と後編に分けましたので、後編の動画もご覧いただければと思います。もう膝小僧がですね、痛くてですね、もうしゃがんだ時にですね、板の間に直接は膝小僧を打ちつけるような状態だったので、膝が痛くてですね、後で大変な思いをしました。じゃあ後編も楽しみにしていてください。今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、それでは皆さん失礼いたします。